ブラノさんはこの時間寝てるからやめよう。あ、この人だったら起きてそう。おはよう。ちょっとね、今実験中で放送中なんですけど、今ね、声を録音してね、その人の声っていうのがわかるかどうかをちょっと実験しててね、ちょっとか、ょっとご参加いただけないかなと。大丈夫？で、今ちょっとスピーカーにしちゃってるんで、ちょっとスピーカーを一回消してもいいですか？これで話してもいい？何話そうか。ああ、人間性がわかるとかじゃなく、祝電対策としてね、プレゼントを IC レコーダーが来たの。いや、まあ、誰かわかんないけど、まあ、抑止力になるのかな、みたいな。声を録音すればね。そう、男性か女性。性か、ほら、性別、年齢とかわかるじゃん。今、スピーカーじゃなく、こう、普通に聞こえてない状態で話して、みんなとはね。関西人がかけてくる？ワッタのとこに。あ、うちも関西人って言われる。たまに。それ男性、女性、どっち？男性？あ、じゃあ一緒じゃん。うちも男性の関西人って言われる。あ、警察官、あ、そうなんだ。知り合いがいるのに終わったにはね。ああ、それ何？番号は通知してこないの？あとなんか特徴的には？同じこと言われる私も。なんかちょっと情緒安定してない方って言われるよね。愛し。ほん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 。え、一緒だよ、それ。多分、ワッタんとこに嫌がらせしてる人も、私に嫌がらせしてる人も一緒だわ。大分県警に？虚偽の通報やったら、ちょっと俺も動かない県警お願いしますね。それはどういう、あー、なんとなくわかるけど、あれか。そっち系ね。そっち系ですね。ってことは、私のとこにやりながらワッタンとこも見てやってみたいな感じなのかな。俺があんまりその、奈々さんにかぶせて放送しないんで、見るとこないんじゃないでもね、私のリスナーさんも結構職場に電話かけられてクビになったりとかしてる人もいるんだよね。それも多分同じ人なの。言ってることは。多分同一人物で、いろんなとこで嫌がらせしてる人ね。だいたい関西人の男性のなんとかっていうかな。じゃあ、それを今、機械で、その俺の、俺って出るんですか？何が？その、なんすか？名前とか？名前とか。いやー。出てこない。あ、声だけ録音できる。IC レコーダーっていうさ。そう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 。そういうことなんですね。そうそう、まあ。すごいですね。リスナーさんもでも協力的ですね。だからほら、私が撮ってワッタになった時、この、ほら、ね、比べとかもできるじゃん。もし本当かでしすよね。て、ね、同一人物っていうのも特定できるし、まあそういうとこから、聞いたことある声とかさ、まあ、ね、そうですね。で、警察とかにもこういう人だったですよねって、だからいたずら電話なんで、みたいな感じでも言えるじゃん。同じそうで声すですよね。ね、みたいな。
まあ、そんな感じ。待っても大変だよ。ごめんね、朝から。いえいえ、分かりました。ねえ。はい。また、放送遊び行きます。あ、お願いします。自分も行きます。はーい。はい、ありがとうございます。ねえ、ありがとうね。はい。はーい。でもなんかだんだん繋がってきたね。ワッタンの、ワッタンも警察にバン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 電話をかけられて家に来たりとかね。まあそういうのがすごいと。だから、同じだよね、それね。同じ人でね、関西弁の、男性で、ちょっと、私もよく言われる。どんな人でしたかって、ちょっとおかしい人とかね、話し方が落ち着きない人とか、まあ、情緒不安定も言われたことあるしね。で、いくつぐらいですかって、まあ、20代か30代ぐらいの男性ですね。関西弁のね。そう。で、ちょっと今録音してみたんでね、ちょっと再生してみる？すいません。そちら、焼肉屋さんの特定ですか？え？ちょっと待って、これ。あ、これだ。あ、すんごい音でかくできる。ちょっともうちょっと飛ばしてみるね。スピーカー。なんか人間性がわかるところ。ああ、人間性がわかるところじゃなく、祝電対策としてのプレゼントの IC レコーダーが来たの。それ誰かわかるんですか？まあ、誰かわかる。わかるね。声拾ってるね。スピーカーの、なんつうの、聞こえてるとこじゃなく、下の方から私撮ったんだけど、それでも撮れてるね、ちゃんとね。どう特定するとかじゃなくて、抑止力。なるべく、そういうね、なるべく少なくさせるために、まあ、脅しでのある意味で、ね、こちら側かね。今までは、誰かわかんない人なんで、ね、こう、許可をね、取ってるとこでも、そういうふうに迷惑電話してね、お店側に迷惑がかかるってパターンもあるでしょ。お店側はいいよと言ってるのに、なんだかんだね、こういっちゃもんつけてきて、すごい電話したりとかね、嘘をついて、かけてきたりとか、そういう抑止力だよね。だんだん少なく、あと警察呼んだりとかね、ね。外は雑音すごいから聞き取りにくいかも。でもまあ、ボリュームマックスにすれば、なんとなく聞こえるかな。でまあ、なんか事件あった時とかの証拠にもなるからね、こういう人を。例えば私がこの先巻き込まれたとか。で、ましてや、うちのほら、うちのほら、お店にも、かかってくるんでね、いたずら電話。だから、うちのお店は、ほら、まあ、普通に営業中とかでね、かけてくれば、営業妨害で訴えられるんでね。だから、番号を調べて、この証拠を揃えて、お店と、お店ね、まあ、有限会社だから、そっから、まあ、訴えることもできるよね。まあそこまではするのは究極だけどさ、まあ抑止力にはなるかなって。でもさ、そのさ、情緒不安定で大阪弁、関
西弁で男性って言ったらもう、ね、声で分かりそうだよね。聞けばね、誰か聞いても、もしかしたら配信者だったりとか、ね、私の身近だったりしたら一発で分かるね。とことんやりましょう。いつも私はね、困って、ね、もう病気になっちゃうぐらい悩んでたものが、私がやり返す番かしら。ね、私の方から先々攻撃して、ね、ジョブを出してね、あちらにストレートパンチを与える番かしら。忠告しとくよ。今度は私が仕返しする番だから覚えとけよ。